秋篠宮さまは今日54歳の誕生日を迎えられつい先ほど上皇ご夫妻に挨拶されました秋篠宮さまは午前11時ごろ上皇ご夫妻への挨拶のため皇居の吹上仙洞御所を訪問されました続いて赤坂御所で天皇皇后両陛下への挨拶も予定されています誕生日にあたっての記者会見で秋篠宮さまは 長眞子さまの結婚の延期が発表されてから来年2月で2年が経つことについて何らかのことは発表する必要があると私は思っておりますと述べられましたまた眞子さまと結婚のことについて話をする機会はありませんと話し小室家との連絡は私は取っておりませんと答えられました 去年の会見で身の丈に合った儀式にと言及した大乗祭のあり方については気持ちは変わりませんと話されました。